ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢や始まん TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日は、昨日雨でしてちょっと外に出れなかったんですが、松尾大社のお旅所に行ってまいりました。松尾大社はですね、のお旅所はですね、稲荷祭と違いまして、何軒かに分かれてましてですね、まずは、西七条のお旅所が4基おみこしが参っております。で、その後朱雀お旅所に行ってきたんですが、ここはおみこしは来ずにですね、ここにお帰りになる5月14日の時におみこしが全部集まってきましてですね、お参りするというような形であります。またその時には動画を上げたく思っております。で、他のところには三宮社と衣出社というところにおみこしが参ってますんで、その辺のところをまた散策したいなと思っております。で、六基というのは志納社ですね、おみこしと宗像社で、一谷社、それと大宮社、この4つです。で、松尾大社の優勝掛けだけじゃなしに、おみこしにも御霊が乗るんでね、もちろんユダヤのアークのレプリカなんですけれども、神さんの御霊を乗せるということで、どの神さんかというのが大体書かれております。京都に参りました年配の奥さんなんかですね、おみこしが来られて担いでる時に、拝んでられる姿をたまに見かけます。これはもうちょっと京都だけかもしれませんね。それでですね、志納社というのは、これは松尾大社というのは、旗の意味鳥が作ったと言われてますよね。それで、これは畑氏の闘争と。で、村方社というのは、村方三条神の一柱ですね。一島の姫かどうかということですけれども、とにかく村方社と。これはもう平安初期にあってですね、八角の上に、法王というか、長だれ木取りを乗せた特殊なおみこしらしいです。今作ったら大変な値段になるんじゃないですかね。日本国内に一二騎士が残ってないそうです。で、一谷社というのは、これは、松尾大社とは別の拙者ですね。嵐山の渡月橋の、どう言うたらいいんですかね、竹林に渡るまでのところにちょっと上にありまして、これ一位と言いますんで、これも村方三条神のこれ、これ一島姫や思います。で、この一位いうのはこの尺ですね。天皇陛下含めて、宮司さんなんかは尺もじますけど、それは岐阜県の一山から取れたものでないとダメならしいです。これ、神様を下ろすのにそれが必要でやというのから取ってると思われます。そのおみこしと。で、大宮社というのは、大山君とこの、宗像三条神の御霊を乗せたおみこしだということらしいです。それで他のところと言いましたら、三宮社と、これまた明日でも当時の御馬崎なんと行けたら行ってこようと思っておりますけれども、これは肌の川勝です。残っております。これも有名ですね、肌の川勝。それでですね、
玉より姫と大山供養の神を祀った御霊じゃないかと言われておりまして、これは秦の川勝ゆかりだそうでして、これは三宮社と言うてますけれども、そこあたりはこれ千勝ですね、川の数と書いて千勝寺村というところにあります。非常に興味深いですね。何日も前にも飲みましたと思いますが、秦の川勝もですね、聖徳太子もですね、阿波におってですね、そこからこう船に乗ってこの淡路島なんかを経由してここへ入ってきたと思いますんでですね、その名残が残っているということです。この松尾大社というのもそういうことやと思います。そういう名残があるということで、で、子供で社というのはこれも郡のさ、ここも行ってこようと思っておりますが、これも玉より姫の御霊ではないかと言われております。それでですね、玉より姫というのを後で考えていきたいと思っております。これもう一度述べますと、松尾大社というのは701年ですね、文武天皇の頃に旗の忌み取りに、これ文武天皇がですね、文武天皇が勅命を出したということでですね、大山国とその宗像三女神の一人の一木島姫じゃないかと言われている方を祀っていると言われておりますが、これはどういうことなんやろうと。それと同じく秦氏が作った神社は伏見稲荷大社ありますよね。これで羽化の御霊と言っておりますが、豊玉姫というふうな祀ってのお旅所にありましたからね、そこの関係というのを一回考えてみたいと思います。それでですね、これ、天照大神と言われている姫御子ですね、姫御子とスサノオの受けによって生まれた神さんというのは村方の三女神、これはスサノオが産んだ神だと、マガタマからですね。それで、剣から産んだのが男性五神だと、おしほみみから二人が出てくるんですけどね、彦根の神というのが二神あります。山津彦根ともう一つありますね。で、保秘、これが恥氏なんかが出てきます。で、熊野の神さんですかね、この五神であるということでですね。で、これは松尾大社というのは上下の鴨神社と同じ格であって、社門も神門ですね、葵のマークです。で、同じだということで、なぜそれ同じなんかと言いましたらですね、と紐解きましたら、これは二人儀というのが押し方耳の お子さんで、天照から見てお孫さんだと言われておりますよね。で、この部屋の咲夜姫とできたお子さんがこれ山幸彦と、それでこれも阿波にありましてですね、上流神鴨神社という小さな祠があります。そこが起源だと言われておりまして、その前にそのもうちょっと下流ですね、善入島阿波島と言われるところに白人神社、白い人のですね、神社というのがあってですね、
これもユダヤのレビを歌うというのがシラヒというんで、これがニニギだと言われておりまして、でこの花咲夜姫とこう結ばれたところであると言われておりまして、そこからちょっと上流行ったところに鴨神社がありましてですね、そこがニニギのモワリの宮、要するに寮ではないかと言われております。もちろん、ここの白人神社の奥の宮が岩坂神明神社でして、これも完全なユダヤの石で作った祠であって、そこから小屋平へ行って、亀山町の高間原と言われるところから降りてきたということですんでね。で、それで一説によりますと、ニニギというのは、アジスキ・タカネ・ヒコネでない。これ彦根という神2つおりますわ、2柱おられます。ですからこれが鴨の神さんじゃないかということです。で、この花咲夜姫というのは大山くいというか大山すみですね。これが大国主の流れのようです。どうもこう山が、吉野川がありまして、山の方に住んでられた天津神と、それと阿山山脈の手前の大山からずっと海辺ですね、獅子杭の友の浦辺りまでの一帯を制覇してたのが大国主と思われます。それでですね、ニニギとこれが天津神と国津神の婚姻ですわね。それで山田幸彦が出てきまして、でそれと婚姻を結んだのが豊玉姫でありまして、要するにこれが卑弥呼であって、これが豊であるということです。それでですね、これが伏見成田社のご祭神じゃないかということで、それとですね、その方と生まれたのが宇賀谷吹き味と言われておりますが、これ一人の神さんじゃなしに、これなここで70代ぐらい続いたという話もあります。これうまくこう、これは卑弥呼やら何や言うのは役職名ですからね、いろいろと重ね合わせてると思いますが、まあ、魏志倭人伝に出てくるこれ豊であると、それの妹と言われているのが豊玉姫らしいです。で、そこで、姉さんですね言われて、この息子ですね、宇賀谷吹き合図の一人やと思いますが、そこから出たのが神武天皇ということです。天孫ということです。どうもですね、この玉依姫というのがこれ二十歳の一族のようです。で、ということはこれ卑弥呼とはこれは縁がなかったと、親類じゃなかった、親類でもちろんユダヤ系でしょうけれども直系ではなかったようですね。こことこことが二十歳の一族であるというふうに考えましたら、伏見稲荷大社が旗の威力、松尾大社が 旗の意味取りだということですよね、というのが分かってきましてですね、それで、大山国というのが要するに大山くいとこれ、玉依姫との婚姻がなされていたんじゃないかという話もありましてですね、でこれが鴨一族との流れだということは思います。もともとこれ、卑弥呼というのが鴨一族に流れていくんやと思いましてですね、鴨一族というのは阿波因部であるというふうに書かれておりますんで、そういうことじゃないかと思います。
また一つ一つクリアにしていかなければいけませんけれども、そうでないかと思っております。ということは、はたしというのは真の始皇帝の流れであって、ユダヤ人であって、ジョフが連れてきたのがモロノベと言われておりますけれども、どうもですね、これはレビじゃないんでしょう。はたしというのはですね、ユダヤ族ではなかったかということです。はたというヤフダですからね、でユダヤ族でなかったんじゃないかと思われます。それとですね、これスサノオの先ほどの大山、これ婚姻結んでますからね、なかなか複雑ですけれども、このモロノベの流れというのが、ユダヤの十二支族で、のうちのエフライム族じゃないんかというふうに考えております。で、なぜ平安京に移ってきたかと言いましたら、これ天保正法4年というのがキーですわね。高賢天皇で聖武上皇が、大仏開眼供養をしたと。それが757ですね、6年か9年かその辺ですんで、その時に、阿波のですよ、阿波の宇佐八幡宮から、本尾越が来たと言われておりまして、その後レプリカを作ったということなんで、この松尾祭が始まったのは、清和天皇、雍正天皇の859年、877年ぐらいじゃないかと言われておりますんで、その頃がぴったりするんじゃないでしょうかね。その後にこれ、おみこしの祭りが始まったということですんでね。ですから、優秀書きなんかには、最初に関門一族がおって、それで、はたしはトライ系だから後で入ってきたんじゃないかというふうに言われておりますけれども、私はどうも京都ですね、今の平安京というのははたしがこう入植先にしておりまして、この辺伏見の方は久米一族が入植してたと。その後にですね、鴨一族がこう入植してですね、婚姻を結んでというふうなことでですね、入ってきたんじゃないかというふうに思っております。で、下鴨と上鴨神社ですね、鴨の分け雷神社と鴨の御親神社、これありますけれども、そこへ行ってまた考えますが、これは空海ですね、759年に平安京始まりますんで、その頃にですね、阿波の鴨神社を空海が持ってきたと言われております。それと、もちろん伏見稲荷大社の今の形にしたのは空海だということは何回も申しましたと思います。それで松尾大社には絡んでおりませんから、はたしがこう力を持ってそうしたんだということですね。で、渦政の方へ行って大酒神社に行きましたら、すべて、はたしここから始まったというふうに書かれておりますんで、だいたいこの流れが見えてくると思います。朝鮮半島にからか入ってきたはたしがですね、もうすでに、平安京のあたりに入植していたと。それと阿波流れで来た、もともとはたしや、その天孫族ですね、鴨族なんかとこう合体して作っていったとんじゃないかということです。で、平城京におきましては藤原氏がですね、こう力を持っていたんで、それを持ちかけたんで、それをやめさせて、藤原京から始まってますからね。で、平安京に持ってきたと。で、勢力争いがあってですね、旗の川勝なんかは、今、ハイマですかね、
阿公の方へ、掘り出されたと、うん、畑の川和の最後と言われている、うん、神社もありますわね、という構図が出てくるんじゃないでしょうかね。それでまた藤原氏が力を持っていた。藤原氏はこれ阿波へ渡ってきた渡来人と思いますが、河南人という話もありますし、春日大社なんか、まあ、春日神社いうのとまた藤原ですね、中富から流れたのと若干一部だし、100% イコールにはなりませんけれども、これ鹿を放牧してますわね、ということはナフタリ族じゃないかと思っております。まあきっちりとはまだ溺れげながらしか分かりませんけれども、おみこしの御霊は誰をお祭りしてるのかというのを見まして、本日解説させていただいた次第です。明日は当時の並木不動堂のごまたきですんで、その後行きまして、できましたらこの畑の川勝のそのお旅所ですね、三宮社お旅所といえばそこに今おみこしが来てますね、ので、そちらに行ってみたいなと思っております。本日はここまでにさせていただきます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。